配信もできるかもしれないし。ワールドじゃないモーデットワールドじゃない石化しちゃう。とりあえずこの辺の石集めればいいんですかね。弾は足りなかったらまた向こうから。ただ無理、そこにいんの。あ、ナノリか。行くぞ。よいしょ。こっちはやっちゃっていいですか。はい。大丈夫。切らせてもらって。キュちゃん、そっち外そうかも、これ一旦。はいはい、あれも抜いちゃってください。あ、ゴム半忘れた。ゴム半必要なんですか。まあ、蹴りゃいいけど。あ、まだいい。はい、今、あ、簡単に取れるんだ。簡単に取れます。あ、まあまあ、まだいいんじゃないですか。あ、下の方もこぼれてないし、うん、ちゃんと一体化した。はい、ここも割れちゃってるんですね。あ、でもなんかこう広い範囲で多分ずれるから、気をつけちゃった方がいいかも。気をつけるだけだったらいいですよ。うん、そうだよ。気をつけるだけだったら。いや、もうそれで切っちゃっていいや。あ、いいか。もう僕に引きずらせる。大丈夫。大丈夫。斜めですか。何やってんだ。ちょっと傷つけといたら周りに。傷つけて。板外してもらって。大丈夫。なんとなく見えるかな。こことここだ。今完全に内側で。いいよいいよ。上手だね。もうプロさっきまでそれ苦手だから変わってくれって言ってたじゃん。まっすぐ切れないからこれこっち折れるんですよね。私やるとそう、あ、刃が折れる。力強くやっちゃうから3本ぐらいダメにしてるから1本1000円くらいです、ね、そう。もうちょい、もうちょい。オッケー。どれ。あ、なんかずれたっす。まあでも大丈夫じゃない、これなら。まあ、ちょっと内側いってるよ。まあ最後微調整すれば。そうですね。じゃあ、ここか。いっちゃいますか。あ、このあたり。コンクリ入れられるようにしなきゃダメですもんね。こうやった時みたいな。完全に今日埋めちゃうんですよね。今日埋めますよ。結構掘った方がいいですか。そんなにいいんじゃない。流れ込むくらいで。だいぶ下来ましたかね、うん、ここはずれてるからだいぶ下にコンクリ流れちゃうな。これとね。あ、そうですね。でも段差ができてますもんね、そこ。うまくいけばいいけど、いけばいいけど、まあちょっとコンパネでどれぐらい深く抑えられるか。
しょこれなら。これ限界ですよね。限界だね。これちょっともう石詰めてもらった方がいいかな。これパイプの周りもしっかり入れた方がいいのかな。石なんか前埋まっちゃう。パイプの中に石入れられればあれですけど、これちょっとパイプの位置が分かんなくなるよね。分かんなくなりますね。いや、マーキングしようがないんだよ。ちょっと隙間空いてるから結構入っちゃいそうね。これ位置割るの大変になっちゃったね。ここまで離れてると。そうですね、まなんとかなりそうですかね、うん、なんかなすごい量流れ込まないから大丈夫だ。コンパネ外すとき外しちゃうから分かんなくなるか。パイプの位置ここだよっていうのを欲しいあれ挟んできます。だいたいそのあたり。中心で、あと緩いからこっちの方も流すけど、まあとりあえず、あ、いいじゃん、うん、まだまだそこまで緩すぎないですね、うん、結構緩いけど、まあ1回目に比べるとだいぶ仕上げに使いたいな、これどうしてもうまくいかないからね。レジの角度じゃないでしょうね。
そうっすね、ゆるいやつで。やっぱ一年一気にやんないとダメだね。荷物が届きました。つったってマンデーさん、ありがとうございます。マンデーさんがいる時に届いたから ねえ、あれワンちゃんが書いてある。あれクリスマスプレゼントだ。クリスマスプレゼント、あの日に開けなきゃダメだったやつだ。あら、充電のやつだ。どっちが壊れちゃったんだっけ。これって今あるやつ一緒ですよね。あ、そう、一緒です。これ一緒です。ちょうど一緒。じゃあもうパティ調節する。うん、まあ後ほど、うん、後ほど散歩の時も撮ろう。そうだね、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。色は適当です。いや、ちょうどよかったね、ピンクとオレンジで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。